こんにちは。始まりました、川西美希です。今回は最近気になっていた毛穴周り角質に効く商品を買ってみたので、そちらを紹介したいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということで今回はですね、気になる商品があったので、こちらのアットコスメショッピングっていう通販でね買ったものを紹介したいと思います。まずはスキンケア系から。こちらリフターナのベースメイキングマスク、フェイスマスクで化粧下地、これは5枚入りで540円でした。でこれすごい面白いなって思って買ってみたんですけど、朝マスクでメイクで UV ケア SPF4 が入ってるらしくて、これ1枚で毛穴隠してカバー、マスクなのに化粧下地？どういうこと？っていう風に思ったんですけど、よく読んでみると、スキンケアと化粧下地を同時にできるものらしくて、なんか見てみるとこんな感じでね、シートマスクが入ってて、液を触ってみると、色がうっすらつく感じで、ほんのりピンク色の下地らしいです。で、優しいフローラルの香り。優しいフローラル。ちょっと日焼け止めっぽい感じの香りしますね。で、これパックと思って夜やるものではなくて、もうメイクの前に使うものらしくて、これを使うともう一気に下地もできちゃうので、毛穴が気になりにくくなるっていう感じです。で、これ使ってみたんですけど、液がそんなに入っていないので、私的にはスキンケアっていうよりは、マスクに下地をつけたっていう印象でした。なので、スキンケアとして使うのはちょっと、っていう感じなんですけど、下地として使うには、まあ一石二鳥っていう感じではあるのかなと思いました。後ろにこんな感じで書いてあるんですけど、バッチリメイク派とナチュラルメイク派。バッチリメイクはスキンケアして、その後に化粧下地マスクをして、毛穴用下地、ファンデーションっていう感じなんですけど、ナチュラルメイクの場合は洗顔、この化粧下地マスク、ファンデーションっていう感じらしいです。で、今までこういうマスクって見たことなかったので、すごいいいなって思ったんですけど、これをスキンケアとして捉えると、ちょっと不安があるなっていう感じだったので、使うとしたらバッチリメイク派、いつものようにスキンケアをして、その上からこのマスクをつけてベースメイクっていう感じかなと思いました。まあ、便利とか時短っていう感じではないんですけど、発想的にすごい面白いなって思ったので、使ってみてよかったなと思いました。そして次はこちら、イプサのクリアアップローション2化粧水です。これは 150ml で3500円でした。洗顔では落としきれない、いらない角質だったり毛穴汚れを拭き取ってケアする角質ケアローションで、これ2っていう風に書いてあるんですけど、1はベタつきが気になる肌に、2はカサつきが気になる肌にって書いてあります。1見ないまま2買ってしまったんですけど、まあカサつきが気になる肌へ。そうですね。で、グレープシードオイルで乾燥により重層化した不要な角質を柔らかくほぐし、ツルツル滑らかな感触の肌に、さらに後から使用するスキンケアを馴染みやすい状態に整えますということで、アルビオの乳液とかそういう感じですね。で、これよく見てみると2層になってて、上がオイルっぽくって、使う前によく振って使います。こんな感じでオイルが混ざって白くなります。で、これは化粧水っていう風に書いてあるんですけど、保湿っていう形ではないので、その後から普段のスキンケアもします。そして次はこちらもイプサのクリアアップホワイトムース泡状美白美容液です。で、これは 110g で5400円でした。で、これ泡状美白美容液ちょっと面白そうだなって思って買ってみたんですけど、これも角質のケアでもあるんですが、ひんやり冷たい泡でクールダウンしながら不要な角質を取り除く泡状美白美容液。これちょっと出してみるとこんな感じで、ちょっと粗めの泡が出てきて、かなりひんやりしてて、香りはちょっとミントっぽいようなさっぱりした感じの香りで、これも美容液なんですけど、コットンにピンポン玉1個分のやや小さめの量を取り、顔半分の額から頬の順に拭き取るようになじませてくださいということで、これ拭き取り美容液なんですよね。泡なんだけど拭き取り美容液、ちょっと珍しいなと思いました。で、これはひんやり冷たい泡で拭き取ることで、メラニンを含んだ不要な角質を優しく取り除いて、透き通るような肌へ導く美白泡状美容液。で、これも後から使用するスキンケアが馴染みやすい状態に整います。ということで、似たようなものを2つ買ってしまったという状況ですね。はい。気温の上昇や強い紫外線といった過酷な環境でしっかりケアをしているのに、お手入れ効果が感じにくい夏でも、洗顔後に冷たい泡で拭き取る新環境でみずみずしく澄み渡る透明美肌へ。
こっちの方はただの拭き取り化粧水で、こっちは拭き取り美白美容液、泡状のものっていうことですね。なのでまあこれは年中使えるけど、まあ、夏とかはこっちの方がいいかなっていう感じで、まあ、化粧水と美容液どっちも良さそうなので、今日はこっち今日はこっちっていう感じで使っていきたいと思います。そして次もイプサです。こちらイプサのスーパーマットコンシーラー部分用ファウンデーションです。ファウンデーション、ファウンデーション、何それ、新しい。デーションじゃない。デーションっていうね、新しいのかちょっとわかんないですけど。で、これ結構ちっちゃめで 15g で3024円でした。これはチューブタイプになってて、コンシーラーって書いてあるんですけど、コントロールカラーみたいな感じでちょっと色がついてて、伸びがよくって、で、これは毛穴を隠してくれるものです。名前がね、スーパーマットコンシーラーっていう風に書いてあるからちょっと勘違いしちゃうんですけど、T ゾーンの頑固なテカリを防止、サラサラとした感触を持続させながら、ツルンとした肌に整える部分用コンシーラーです。で、余分な皮脂を吸着し、つけたてのサラサラ仕上がりを持続させます。皮脂によるヨレ、崩れを防ぎ、毛穴のデコボコが目立たない肌に整えます、ということで、つけてサラサラするんですけど、結構ファンデーションをこうキュッキュッと止めてくれるような感じ、サラサラしすぎなくって、手の甲に塗っただけでも結構ね良さそうだなと思ったので、ちょっと使うの楽しみです。テクスチャーは滑らかなクリームですが、肌に伸ばすとパウダー状に変化します。もう、あ、これパウダーに変化してるんだ。メイクの前だけでなく化粧直しの時にもお使いいただけます。そして次はもうすでにね、私の動画でも出てきているんですが、こちらソフィーナプリマビスタの皮脂崩れ防止化粧下地です。で、今までは 8.5 ミリのお試し用1000円のものを使ってたんですけど、ちょっとこれがねあと少しでなくなるかなっていう感じなので、新しい現品のサイズのものを買いました。で、こっちは25ミリで3024円でした。で、最近の動画もほぼほぼ毎回出てきてるんじゃないかって思うぐらい本当お気に入りのものなんですが、これは汗皮脂に強く、気温や湿度が高い日でもテカリのないファンデーションの仕上がりを持続させます。時間が経ってもファンデーションが取れにくく、綺麗な仕上がりが続きます。まあ、最近出たものとかいろいろ使ってみたんですけど、その中でも特に群を抜いてよかったかなと思います。なのでお試しを全部使い切ったらこっち使いたいと思います。そして次はこちらポアカバー毛穴用化粧下地です。いや、何個毛穴用買うんだよっていう話なんですけど、まあそれぐらい本当に気になっているのでちょっと買ってみました。 SPF23 の PA3+ 肌色を選ばないヌーディータイプっていうもので、 15g で1404円でした。で、へこみ毛穴をしっかりカバー、毛穴落ち知らずの憧れの肌にっていう感じで書いてありますね。アットコスメ売上数第1位、これベースメイクシリーズ2016年2月1日から2017年3月31日の調べらしいですね。知らんかった。で、敏感肌も OK って書いてあります。潤い美容成分も配合されてるらしいですね。パラペン、アルコールフリーだそうです。パッケージこんな感じです。で、手に取ってみると薄ピンクで、あれ？またイプサと結構似たようなものを買ってしまいました。もうほぼ同じのテクスチャーです。でもね、違うところといえば、こっち結構ピンクっぽい感じの素材肌なじみのいいカラーで、で、イプサの方はブルーで、まあ、コンシーラーっぽい役目もしてくれるっていうことで、フォアカバーの方が伸びがいいです。イプサの方はちょっとね、伸びが悪いっていうわけではないんですけど、伸びずにその場でこうしっかりと毛穴を埋めるぞっていう、もう全部埋めてやるぞっていう感じの意気込みが見えますね。あ、でもこうやって見ちゃうとやっぱイプサの方が肌綺麗に見えますね。あとカラーもブルーっぽいカラーなので透明感を出してくれます。一日交互でね使ってみて使い心地試してみたいと思います。はい、ということでね、購入したものは皮脂を吸収してくれるものだったり、崩れにくくしてくれるもの、そして角質ケアのスキンケア、似たようなもの被ってしまったものとかもあったんですけど、かなり満足しております。そして、え、こんなの買ったかなって思ったんですけど、お試し品が 1,2,3 3つ入ってました。で、1つは北海道の土から生まれた化粧水。土から伊予泉美肌の湯っていうね、化粧水が1つ入ってて、あともう1つは一世三宅の香水。それと、あとこれすごいなって思ったんですけど、資生堂アルティミオンパワーライジングコンセントレート N っていう美容液が入ってました。で、これは何ぞやって思って調べてみたら、結構評価の高い美容液で、6月1日にリニューアルしたものらしいです。で、これ 5ml 入ってるんですけど、30ml で8000円、50ml で12000円っていう結構
高めの美容液で、過酷な環境でもインナースキンディフェンスを育む重要な鍵を明解。いや、難しいなこの説明。自ら揺るぎない美しさが満ち溢れる肌へっていう風に書いてあります。で、毎日の朝夜のお手入れに化粧水で肌を整えてから乳液またはクリームの前にお使いくださいという風に書いてあります。で、リニューアル前のものの口コミとかも見てみるとすごいいいものらしいです。なのでね、結構使えそうだなと思って試してみたいと思います。はい、ということで今回は気になっていたスキンケア、コスメ、下地を紹介しました。この動画を楽しんでくれた方、角質ケア、毛穴ケア大変っていう方は高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして Twitter や Instagram、 ミキポンの自由帳もあるので、そちらの方もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西ミキでした。バイバーイ。